長良川鵜飼は毎年5月11日に開幕し、10月15日まで行われます。今年も鵜飼開きの日を迎えました。5年ぶりに人数制限がなくなり、屋形船には多くの人が乗り込んでいます。去年は一部の観覧船でコロナ対策のため乗客の定員を制限していましたが、今年はすべての船で制限がなくなり、おとといの鵜飼開きには32隻に745人が乗船しました。乗船した人はかがり火で川面を照らし、棚輪で巧みに鵜を操る鵜匠の技を楽しみました。クライマックスの総絡みでは6隻の鵜舟が川幅いっぱいに広がり、一斉に鮎を浅瀬に追い込みました。近くに鵜匠の、仕事が見られて、すごくなんか楽しかったです。めっちゃ感動しました。いい思い出になりました。来た回はありましたよ。ありましたね、うん。また今年は元サッカー日本代表で去年 FC 岐阜で現役を引退した柏木陽介さんが観覧船の船頭としてデビューしました。お客さんとして乗るんじゃなくて船頭さんとして乗ることで、また違う景色っていうか、違う意味でのすごくいい体験をさせていただいたなと思っています。これからも、お客さんを楽しませるとか、この鵜飼の良さをもっと知っていくためにも、自分がどんどん船に乗って、自分の実力も上げていきながら鵜飼を盛り上げていけたらいいなと改めて思いました。岐阜市によりますと、今年はコロナ禍前と同程度となる9万人の乗船を目標としています。